皆さんこんにちは、アイリの部屋へようこそ。今回の放送は、タイトルにもあるようにバナナです。バナナを使った料理を皆様にちょっとおもてなししようと思ってます。はい、まず普通のバナナじゃなくて、皆さんこれテテレレンテテレレン、これ見たことあります？このバナナこのバナナ見たことあります？これこの硬いやつです。硬いバナナ、これを今日は調理したいと思います。私も初めて見た時、どうやってこのバナナ食べるのみたいなずっと思ってて、その調理方法がね、分からなかったこと、買ったことがなかったんです。別に調べればいい話なんですけど、やっぱ調べようっていう気って、人間ってなくなっちゃうじゃないですか。だからどうやって食べるんだろうくらいだったんですね。で、友達の家行ったらこれ作ったの出してくれて、もうそれはもう美味しい、もう見かけによらずみたいな、バナナなのになんか食べたらバナナじゃないみたいな、めっちゃ美味しいんですね。なんで今日はこのバナナを使ったやつを作りたいと思います。レシピは友達にちゃんと聞いたやつがあるんで、それをやります。でもなんか聞いたのそのままだとあれなんで、ちょっと微妙にね、ポイントはアイリポイントを踏まえて、ちょっと調理させていただきます。じゃあちょっと作っていきます。はい、まずは皆さんご存知ですか？これココナッツオイルです。このココナッツオイルを使っていくのがポイントです。いきます。なんかこのくらい、もっとやってもいいぐらい、ちょっとこれが溶けて変わるんですけど、ココナッツオイルをフライパンに入れます。結構油は多めでお願いします。そしたら今液体状になってきました。こんな感じですね。なんかバナナがいっぱいあるときはすごい、全然もっと持っていってください。私今回そんなバナナ少なめでやってるんで、こんなもんでいいでしょう。だから普通にその皮を取ったバナナをここの中にもう入れていきます。はい、いい感じです。持っちゃいました。ごめんなさい。でも、すぐ焦げちゃうんで、あれです。気をつけてください。はい。そしたら今、出来上がりました。こんな感じです。これぐらいの焼き色になってくれたらいいですね。はい。もうちょっと厚くてもよかったですね。ちょっと今回薄くしすぎちゃったんで、もうちょっと厚めでもいいかなと思います。はい、こんな感じです。どうぞ。はい、じゃあ、ちょっと実食していきます。2本最初見せてたんですけど、緑すぎたんで、これは後日ということでね。なんでこんだけしか作れませんでした。でもとりあえず食べていきます。皆さん見てください。この色ですよ。この色です。この色、この色、これぐらいしろくお願いします。でもこれちょっと薄すぎましたね。祭りの総計はこのぐらい厚くてもいいです。全然これは厚すぎかな。でもこのぐらいあっても全然、それぐらいが食感がね、楽しめるんで、ね、はい、いきます。ちなみにこれは本当にバナナをやっただけ、揚げ焼きしただけです。で、何がポイントかって言いますと、私の友達は普通のなんか油で揚げたんですよ。私はみたいな、ワンチャンココナッツオイルで揚げたらめっちゃココナッツの匂いつくんじゃねと思って、はい、ではいきます。じゃあまず薄くしてしまった方からいきますね。はい、安定の美味しさ。安定ですね。はい、次はちょっと厚めいきます。安定です。安定の美味しさ。ちょっと今回バナナがまだ全然黄色くなかったんですよ。全然でもないんですけど、ちょっと黄色さが足りなかったんですけど、ちょっとシロップかけますね。シロップいきます。はい、そうしましたら、ちょっとね、アガベシロップの方かけていきますね。別にそんな、甘かったらいらないんですけど、ちょっとだけかけます。今甘いの欲しいんで。でも食感はなんか、まるで、芋のような食感をしてますね。はい。めっちゃ美味しいです、とりあえず。めっちゃ美味しいです。言葉に、とりあえず食べてほしいんですよ、これ、みんなに。そうで、とりあえずこれをみんなにね、食べてほしいんです、私は。安定の美味しさ、もうね、安定ですね。めっちゃ美味しいです。はい、ちょっとピーナッツバターもちょっとつけてみようかな。甘いもの欲しいんだね。なんか全然バナナ感ないです、これ。もうね、めっちゃ美味しいんですよ。
もう本当に作ってあげたいぐらい美味しくて。ちょっとそしてちょっと薄すぎたんで、私はこうね、薄すぎるんですよこれは。まあだからこれぐらいですね。あとちゃんちょっともうちょっと黄色くなってからでもよかったです。でもとりあえずね、もう美味しいんでね、もう、あ、うん、やばいやばい。はい、じゃあ今日の動画は以上です。どうぞ召し上がりください。詳しいレシピは概要欄の方に書くんで、見てくださいね。はい、じゃあ失礼します。